もうキャラ的にところをします、ね、どうぞ、はい、でそうするとですね、これ会員番号の下4桁です。まずでさらにセキュリティを高めるために、ワンタイムパスワードをここで発行します。どうぞ、はい、でこのワンタイ会員番号の下4桁と、あとはワンタイムパスワード、こちら側のチャージ機にですね入力することで、まあ、セキュリティ保ちながらチャージができるという作りにしています。じゃあちょっと続きを、はいはい、していきたいと思います。でここで先ほど今スマホで、そうですね、この画面見ていただくと会員番号の下4桁とあとはまずそうですね下4桁を入れてくださいということでお願いします。でそうすると次にこのワンタイムパスワードを聞いていきます。これ本人でしかわからない数字になります。はい、そうすると初めてお金がこう、入れられるですね、画面が出てきます。で今回の1万円チャージしています。はい、はい、で普通の切符の、まあ、スイカとか交通系と一緒ですね。これでやると、はい、一応ここで領収書ありなしが選べるんですけども、まあ、今回はありでチャージしてみたいと思います。でこちら、はい、じゃあ実際アプリの方ちょっと見てみましょう。履歴が出せる、これが、はい、チャージ機から1万円入りましたけど即時にこちらのスマホの方にですね、アプリの方に、まあ、お金がチャージされる。私が受け取る側です。でこちらが送る側です、コインの方で。今ですね、ここの送る受け取るというボタンがあるんですけども、これ、私は受け取ります。で彼は送ります。じゃあ送るボタンをちょっと押してみてみますか。はい、はい、一旦カメラの、カメラが出てます。で私は受け取る方なんですけども、コインを受け取るというボタン、これあります。そうすると QR コードがこれ受け取る方に QR の画面が出てきます。で、この受け取る方を、送る側の方がですね写真を撮ると、はい、この QR 今読み取ってます。ちょっと光が入ってると、はい、はい、今QR 読み取れましたんで、はい、じゃあ送ってください。はい、1000コイン送ります。で確認画面が出てきますので、はい、よければはいというふうに、はい、それで譲渡が完了しました。はい、でちょっと1000コインが、はい、で今私の方のちょっと履歴を見ると、あ、もう入ってますね。今1000コインがこちらの方から入りましたということで、この QR を使ってですね、まあ、コインの譲渡っていう機能がありますので、まあ、飲食店とか、まあ、プレゼントも隣に行って友達にあげるとかですね、まあ、そういった機能を今回はつけて提供しております。この目印になりますので、この縦札がで、この縦札ある QR コードですね、こちらがあるところで、まあ、このコインが使えるという形です。でまずカウンターお持ちいただいて、スマホをお持ちいただいて、で欲しいチケットをお願いします。太陽の塔お願いします。太陽の塔で4時5分からのコインターがありまして、こちらがスクリーンでございます。希望のお席などはございますか？真ん中あたりでお願いします。今でしたら、真ん中のあたり GH、 このあたりの6番ございます。じゃあ初めの G の6番 G の6番でかしこまりました。本日お支払いはいかがいたしますか？はい、で今ハルクスコインでお支払いということですので、ここの支払いボタンをスマホの押します。支払いですね、はい、でそうするとカメラが QR を読むためにカメラが出てきます。で読み取るとですね、このように金額を入れる画面に映ります。でお客様は店員さんに言われた金額をこちら入力してください。1600円です。1600円でございます。
ちょっとストップですね、はい、でその金額を店員さんに見せて、この金額でよろしいですかということで確認を取ります。大丈夫です、はい、でここの確認が取れたら、あ、ちょっと見えたかな、次へを打ちます。はい、はい、で確認の画面が出てきます。ここで良ければはいで、はいですね、で見せます。はい、確認の方させていただきます。1600円の方ご確認させていたしました。はい、で完了ですね。ではチケットの方を発券させていただきます。Thank you.